さて、アラト君、今日の研修はユーストマのノアシルキーピンクについてです。ほんのりとした色ですね。僕こういう色めっちゃ好きです。いい色ですよね。ノアシルキーピンクのおすすめポイントをまとめると、透明感のある発色で加色評価が高いこと、生理障害が出にくく栽培しやすいことですね。詳しく見ていきましょう。この透明感のある発色はソメイヨシノを彷彿とさせますね。そうですね。日本人に馴染みの深い色合いですが、ノアシルキーピンクの加色はヨーロッパの方でも人気がありますよ。見た目の雰囲気は優しい感じですが、触ってみると花びらは強いですね。そうなんです。花びらがしっかりしていて、花持ちに自信のある品種なんですよ。繊細そうに見えて実は芯の強い品種なんですね。なんか大和なでしこって感じ。高温期もしくは低温、低日照期の開花では発色が淡くなることがありますが、真っ白になることはないですよ。水揚げをすれば発色はさらに良くなります。花の表情は周年で安定しています。花型の揃いも十分です。時期に左右されにくい花質は生産者にも花屋さんにも嬉しい要素ですね。それじゃあ栽培時のポイントについて紹介するよ。フリンジ品種で問題になりやすい症状といえばチップバーンやブラスチングだけど、ノアシルキーピンクはこういった生理障害が比較的出にくい品種なんだ。それは助かりますね。もちろん高温期を経過する作型では注意は必要だけどね。それでもロスなく出荷できるぶどまりの高い品種だよ。むむ、高温期を経過する作型には注意が必要？暑いのは苦手ってことなんでしょうか？そう、実は作型こそノアシルキーピンク栽培における最大の注意点なんだ。上手に作るためにも特に定植期には気をつけてほしい。高温期の定植ではわせかしてしまって草丈と枝数が取りにくくなるから注意が必要なんだ。品種のポテンシャルを発揮するためには高齢地では年内から5月中旬まで、団地では9月中旬以降の定植が推奨だよ。この作型なら枝数もしっかり取れると思うよ。なるほど、高温期を避けて植えればいいのか。でもこれって高齢地はこの定植期だと真夏に開花しちゃうんじゃないですか？大丈夫なんですか？開花期が夏時期になるのは大丈夫だよ。高齢地ならね。むしろ高温期の開花でも花首が垂れずにしっかり咲いてくれるのがノアシルキーピンクの特性だよ。それにノアシルキーピンクは茎が太くなりすぎず、それでいて硬いから取り扱いがしやすいのもおすすめポイントだね。なるほど。他には何かポイントはありますか？他のポイントとしては、あ、そうだ、芽生理は可能であればぜひやってほしいかな。花がより大きく豪華になるからノアシルキーピンクがもっと魅力的に仕上がるよ。今日の研修課題、ここだけは知ってほしい。三好ユーストマの新シリーズノアシルキーピンクのポイントがこちら。花色ももちろんおすすめポイントだけど、作りやすさでも推したい品種です。作型に注意して高収品率を実現しましょう。今後のシリーズ展開にも期待ですね。ぜひご検討ください。よくできました。